サンマを売ってます。単位戦で、まずは上級宅5段を目指すと。右に竜がいるので、昇竜。かなり上です。ここからどこを引くのか注目です。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。なので右、あ、いいですね。左右がこう、9段、レーティング高い。昇竜レーティング高いだと、単純にやる気が出る。誰が一番最初に仕掛けるのか。プレイヤー、ここはトップを取って、両方倒すぞと。プレイヤー波が来ている。お、いきなり薬杯艦。ここはドラを引いた。インフ系の捨て牌ですね。4まで言うと、こいつといつで来るな。場を制する人物は一体誰なのか。プレイヤーあっという間にイーサン点だ。チートイ固定で、チートイドラさん、イーソーは残り1枚。均衡を破るのは誰なのか。キューピンは悪くない。三蔵とか引くとメンツでいこうかなと思えますけど、リーチ来た。これはあえて危険な方。リーチの捨て牌にドラがあるので、この水槽は危ないのは当然わかりますが、ちょっとやりすぎかな。まあ攻撃狙いすぎかな。ギャンゾーは現物なんですが、この水槽が通った場合ギャンゾー出るなと。プラス自分の手が打点高くなるし、そういう意図があったんですが、まあロンクラッチャーおしまい。現在のトップは神茶です。ここはトップからの直撃を狙いたいところです。まし切り直しで、ここは勝つぞと言った曲なのに、12000の宝珠は正直痛いが、まだまだこれから。神ちゃん、いきなり仕掛けていった。相撲斬りが続いてしまった。ちょっと今回は攻めれる手じゃないですね。もう 50% 降りてる感じで打ってますが、それでも手がぐんぐん伸びてきたら、まあリーチするかなと。ここも我慢した。神茶ここで泣いてきた。まあピンズでしょう。ピンズの染めてなので、ピンズだけは切らないように。ピンズと、あ、今トンが出てきた。各茶どのように打ち回していくのか。プレイヤーこれでリャンシャン点。役本一おやまん確定のリャンピン赤腕6000。インパチ、インパチまであります。手出しピンズ。あ、ここはここは完全に降りたい。天敗の誘惑に負けてはいけない曲です。ただ降りやすいですね。ピンズなんで右の人の総突きっていれば当たる。理屈上当たらない。リーチ、一通、ドラドラ、8000の一本場は9000。ですね、9000。トン2曲、親、ドラスーピン。ここは、へこんでる分、上がらないと。おお、手かっこいいよ。
サンマだとハイパイの楽しみありますね。手格好がいいハイパイ、うおっていう手が来るんで、これはサンマが楽しくなる。スーアンコウが見えますね。ただまずリーチタンヤオドラドラ、一体どんなドラマが待ち受けているのか。イーペイコウだと玉で12000。タンタンイーペイドラドラ12000を上がります。で限定に戻りました。本2曲親ドラローピン、プレイヤーは親です。プレイヤー先ほどは見事に速攻が決まりました。ドラローピンですが、まあ染めに行くのが、まあ、ちゃんと、まあ、リャンピン引いた時だけ仕方なしのちゃんと行きますけど、基本は本一です。ダブトンは一泣きポン、サンマはこうやってダブトン待ってる間に面前でテンパイ、これがあるんで面前の本一が多発します。ポン、イースソーはイースソーでいいか。12000テンパイ、6000オールの一本場は6500オール。うん、当たってる。毎回万願以上はまあ大丈夫、大丈夫というか少し時間かかりますけど、まあ言えるかな。1326とか700、1300、この辺の柔軟性がまだないです。イースチーソー引いてリーチ、左は染めてソーズですね。誰が一番最初に仕掛けるのか。イースチーソー引いてリーチ、トンハク引いたら三面ちゃんリーチ。いけ。ここは勝負だ。いや、無理したいわ。無理したい。リーチ。まあ、染めてなんで、トンハクもちもちっていうのが一番困りますけど、まあそれはしょうがない。積もれ、ゲッ。リーピン積もドラ1。2004戦、マンガンは3000-5000の日本馬は、4000-6000。うん、当たってますね。4000-6000。まあ、これをあと100回も200回もやってると、圧も満願4000-6000と、日本馬は4000-6000とさらりと言えるようになってくれれば、サンマをやりつつ少しレベルアップと、ああ、ペイ役入ってなかなか気づけないですね。ペア。4馬の癖でシャートペイはちゃっちゃと、引いたくなります。プレイヤーあっという間にイーシャンテンだ。さあこの範囲にここはスルー。ドラは何、各
者はどんな上がりの形を思い描いているのか。何かすなったらシャボ。ただイーソーが2枚消えたんで、何かすなったら三蔵でいくか。ザンク、あ、ロンの場合は問題ないですね。まあ本場が1000点っていうぐらいで、ロンの場合はそんなに苦戦はしないが、ちょっと振り込み4枚以上に振り込みが多くなってます。プレイヤー早くもリアンシャン点。まあ、サンマは、殴り合いっていう言葉で、上がって上がられの、やり返し。それがサンマなのかなとは思ってる節があるんで、まあまあ、論されないようにっていうよりは、上がりきる方が、攻撃的の方がいいのかなと、今のところ感じております。リーチ、ピンフ、ドラドラ8000。サンマだとこういうのが重なったり、エンチャンカンチャン入ったりが多いと思うんで、4マだと、両面両面のシャンテンで安牌抱えますけど、3マだとブクブクの方がいいのかなと。うわ。リーチ。うまく打たれてしまいましたね。ドライチ。リーチ一発ドラ。あ、ごめん、一発、ごめんなさい、一発ですね。52の一本馬は62。まさに殴り合い、トン三曲割ってロンと相撲はないか。かなりロン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 高い手出てるんですが、点数は平たいです。まだ曲が残っているので気が抜けませんよ。プレイヤー乗っている。この手はちょっと苦しいですね。チートいつになってくれれば、これでリアンシャン点マシかなと。さっき3マはシャボ、そんなに4マほど難しくないと言ったんですが、っていうことはチートイとか、スーアンコーとか、それも4マに比べれば、ちょっとこの手は縦を完全に縦固定で。重い空気のまま場が進行している。いや、ちょっとこの手はイースースを捨てて、あえて縦縦で。ゲッ、二巡つもぎりで待った理由は一発つもか。リーチ一発つも、一通ドラドラ、インパチは9000オール。うん、大きい大きいが3まであれば逆転範囲かなと。結構集中するんで疲れますね、サンマ。まあ、まだ打ち慣れてないので、必要以上に点数計算に頭使ったり、または、ちょっと強い人が2人揃ってるんで、ここは勝ちたいぞと、思ってる都合上。ラブナンとドラを使って、ここはスルー。ダブナンドラドラまでいければ8000だが、リーチすべきか迷うとこです。まあまあ、ドラが出ていくんだったらリーチ、リーチダブナンドラ1。8000の一本場は9000点。ここはプレイヤーの現物を落としていった。神ちゃん慎重に打っている。プレイヤー上がりきること。おっとー、
ロン。これは出どころよしですね。16000縮まる。トップ直撃。2曲ドラはEピンになりました。プレイヤーは親です。プレイヤー先ほどナンバの親を決めています。リャンシャンテン、ここはスルだが静寂に包まれている。右は想像を連打してピンズに寄せたかなと、ピンズかなと。左は普通の手なり、イースーピンローピンスーチーソーでテンパイ。げまた一発ツモ。これは強烈なツモ上がり。これは早い上がりです。メンピン一発ツモドラさん。12000は4575004575。親が亡くなってこの点差ってことは2茶を狙うのがいいかなと。3茶とそんなに3茶の親と差がないんで、ここはトップを狙うっていうよりは2茶を狙った方がいいんですけど、チートイツ以外に上がり目が見えない手格好です。この範囲に、ここはスルー。さあこの範囲はどうする。リャンピンカレー。なんはあん、まあまあしょうがない。まあここがもうないので。おっとここでリーチだ。プレイヤーがリーチ。ふーっと追っかけたい。ちょっと待ってくれ、追っかけさせろ、勝負したい。ただリャンシャンテンか、いいピン1通。8000。いやこの局で8000、12000何回食らってるんだっていう殴り合いです。左に負けました。ただ8000以上がやっぱりたくさん出るなぁと、まあ分かってた皆さんも多分経験上そうそうとなると思うんですけど、4枚以上に8000、12000、または親マン、インパチ、まあこのあたりがほとんどだなぁと。1000点、2000点、残区52、26、あんまり出ないなっていうのは感じました。最初のうちはマイナスにならない、広角にならないんで、まあ、2段にはあっさりいくと思いますけど、2段からはスムーズに上に上がれるように今まで通り打っていきたいと思います。今回も3番見てくれてありがとうございます。少しでも早く上の段位行って、または点数計算スラスラと、なんかコツを見つけて、やりながら点数計算のコツを見つけて、半年後、1年後、点数計算3も覚えづらいという人に、あ、私こう覚えましたよと、なんか独特なこうコツを見出したいとは思います。どうもありがとうございました。